はい、おはようございます。えっ、ー、と、今日で花束が、えっ、ー、と、20、ああ、二十日になりましたね。えっ、ー、と、今日で花束が20日と、になります。はい。20ですね。今日は3月の9日木曜日ですね。今日で花束20日目となります。 さしこちゃんです。始めたいと思います。おはようございます。頑張ります。よろしくお願いします。えー、っとまずはこっちかこっちですね。こっち行きましょう。えー、っと。緑園店ですね。<laughs> ちょっと一瞬ちょっと一瞬間が空きましたけど、ちょっと出てこなかった。6円店緑園店は開催中なんですけども、今日は宮崎店の営業日となっておりまして。 宮崎店の方の緑園店はもう先週であの終了しましたので今日は宮崎店は通常営業ということになります緑園店の商品はないですねで明日明日10日明日10日あさって11日金土ですねが、えー、日向店で緑園店が日向店でありますということですね今日は宮崎店の通常営業となりますよろしくお願いします はいじゃあいきましょうえー、っとでコメント消化を。あ,あそっか新しいんこれなん <laughs> これ何だ,だっけってイメージ思ったけど何でしたっけ長さあそっかそうね終わったんですよね終わってえー、っと次はあ玉結びもそうしたんだね <laughs> 昨日のことを忘れるねでえー、っとこした 下行きましょう。えっとね。おさらいおさらい, <laughs> おさらいします。おさらいします。おさらいしておきましょうかね。一応ね。一応まだ全然よくわかってない人もいると思うんで、おさらいすると今ここここ,ここの横をバーって刺したっていうところですね。で、次はこここっちの下の横をバーっと刺すとでここと。ここを今同じ色で刺しててでこの今使ってる？これなんだっけな？ 白ネーズ普通白ネーズかなのグレーってやつかな ?229 番これで刺していってこの外のぐるりぐるりを最後に刺すんですけどこことここの色をぐるあとぐるりねを同じ色で刺すとあとここ真ん中はえっ、ー、と刺さ,刺さないじゃない <laughs> えっと他の色で刺すと,ということですね。という設計図があるんですよ。 でここの空いてるところはちょっと刺さない部分を今回ちょっとでも刺さないところを作ることで、まあ、ちょっと早く終わるかなと <laughs> 遅いですけどという僕の中の予定を作ってやってますとねえー、とで上の上の横が終わったんで次下の横ででここのねこれこれあの水で流して消えるやつかな。 ここは刺さない。一応マーカーをつけてて、ちょっとわからなくなるからね。これでしないとね、まあ、他の、まあ、上手な方はねあの、大丈夫なんでしょうけど、僕はもうね、こういうのしておかないと、もう全然わかんなくなってね、もう、で刺しあーってな,るなりたくないので、こうやってマーカーつけてます。えー、っと、で、 で下と下を行きますよでどっちから差し進んだっけな下はねえー、とこっからここで終わりたいのでこっちの端に近いところで終わりたいのでこっから行くっていう話でしたねよしえっ、ー、とでコメントあそうだ <laughs> そうだ <laughs> 記事紹介してない <laughs> いろんなことがあってでもねはいこれどうも 杉本さなえさんのサーカスナイトですねサーカスナイトのご紹介ですこれライトブルーときなりが大前のお店では取り扱っておりますえー、っと何でしたかねコットンリネンシーチング85%がコットン麺ですねで15%がリネンアサですねのシーチング生地ということですよろしくお願いします、ね、ちょっと手短に ね、毎日言いますからね。<laughs> えっとでね、さすさすで、さすもさすなんだが、コメントも紹介しましょう。ちょっと待ってくださいね。あ,あはい、じゃあ行きましょう。じゃあ、ローランさんから頂きました。ローランさん、ありがとうございます。なんからもう最近、ローランさんがね、毎日のようにくださるから嬉しいね。ありがとうございます。えー、っと、さしこちゃん、こんばんは。あちゃ。違う 1>, 1個前の読もうとしてたこれですねこんばんはですねこんばんはこんばんはえっ、ー、と店主さんからお返事いただきましたああメッセージねメッセージかなで大前大 <laughs> 前瓶が届くのが今から楽しみで仕方ありませんとああね楽しみ、ね、楽しみにしておいてくださいねで久しぶりのだるまさんの付近なのでうまくさせたらいいなーとああもう大丈夫ですよ <laughs> <laughs> うまくさせませんもやっぱあるんですかねメーカーだるまさんだからさせないとかさせないことはないですよねさしづらいオリンパスさんだからどうとかあるんですかね,ねちょっと僕は,はまだ全然そういうところに達してないからもうあんまりどれも一緒というかでどれもどれも大変な意味で一緒ですね <laughs> しやすいいとかかがもうないからねねまだね、えー、とちょっと待ってね。ローランさんちょっと待ってね。今、刺し始めするから、ちょっと静かに、静かにしますね。<laughs> えーっと、で、えー、何でした楽しみでしかありませんと。あで、うまくさせたらいいな、まで読みましたね。で、お出かけの成果、ああ、お出かけの成果ね。前回のコメントで書いてくださってたね。えー、っと、お出かけの成果というのは、 つまりは戦利品のことです。ああ、戦利品ね。<laughs> また戦利品もね、これも表例えになってますけど、まあ、お出かけした時に買った、買ったものってことかな。ですね。戦利品のことですよ、と。えっ、ー、と、いしの糸店、いとしの糸店っていうのがあるね。いしの糸店と、えっ、ー、と、今週金曜日にお出かけ、 下先でどんな糸と巡り合えるのかその糸を使って新たな付近を刺してみたいですしドキドキワクワクとねが止まらないとドキドキワクワクが止まらないんですとああそういうことですね糸しの糸店っていうのがあそれがそのイベントかなその時に買ったなんか糸糸が目当てなのかな糸を買った それを紹介すると。だから、イベントを行って紹介する動画を撮るじゃなくて、買ってきたものの紹介をする動画を撮るってことかな。ね。そういうことですね。お出かけの成果でね。で、ドキドキワクワクが止まらないんです。と。ね。で、次、反面、あ、反面ね。花粉症、花粉症のしんどさもピークに来ていて、仕事していてもぼーっとしていることもあり、一日の過ぎ、 1> 1日のの過ぎるのが遅く感じてました花粉症になんて負けないぞとねあ花粉症なんですね。で、ね、お出かけするならさらにさらにこうちょっと警戒というか大変ですね花粉症のちょっとまだ僕は気分気分というかね気持ちがね大変大変大変とは言うけどなって てる、ね、想像の大変と実際になった人の大変でまたなった人でもね違いますからねあのなんていうのその花粉症の大変度大変の度合いが違うから軽い人もいればやっぱね重いっていうか大変すごく大変な人もいるからローランさんの読むと大変なんですねやっぱね花粉症ね。 お出かけを楽しみにしてると。ドキドキワクワクが止まらないんです。と書いてます。ありがとうございます。ローランさん。ね。お前、お前瓶って書いてましたけど。お前瓶もね、お待ちくださいね。よろしくお願いします。じゃ次行きましょうかね。じゃ次は誰ですか。え、あ、次、シャモさんですね。シャモさん、ありがとうございます。えー、と、さしこちゃん、こんばんは。こんばんは。えー、以前、パッチワークもやってました。と、あー。 そのもその昨日ですね、あのー、サーカスナイトが気になってるって何かいいなーって言ってるので僕が言ったんですかね刺し子以外もするのかなとそれの変身というかね以前パッチワークもやろあパッチワークもされてたんですねで簡単なものは作ってましたと、うん、じゃあもう手芸全般いろいろされてるってことかねえ で、えっ、ー、と、最近また小物も作ってます。ああ、いいですね。ああ、それだったらいいですよ。どう,どうですか <laughs> どうですかってことね、これね。<laughs> 何度も言いますけどね。えっ、ー、と、最近また小物も作ってます。と。お子邪ゃ可愛いいです。ああ、子供ね。あのー、お弁当ね。美味しかったって言ってましたよ。ね、お母さんありがとうって言ってました。 ね、お弁当美味しかったでしょうねうん美味しかったでね喜んでましたよねやっぱねお弁当の日だからね昨日その話もしたんですよねお弁当の日ね喜んでましたでも天主はねほっと型を何でおろすというかまた来月来月あーっていうなるんでしょうね店主はね <laughs> ね、ありがとうございます。シアモさん。えー、っと、パッチワークとか小物も作ってるとかいろいろやっぱされてるようですね。すごい、すごいね。楽しいですね。やっぱね、いろいろ趣味、趣味っていうかね、することが増えていくとね。ありがとうございます。えー、っと、じゃあ次いきましょう。ちょっと待ってね。次は誰 あシナモンさんですね。シナモンさん行きましょう。シナモンさんありがとうございます。えー、っと夜な、夜中に目が覚めて、あ本当だ。これ、ね、夜中のぐらいの時間帯に書いてますね。夜中に目が覚めて、またまた、不眠、不眠と笑い。ということは、不眠と笑い。音符がついてる。体は、あの痛みから解放されつつあります。ああ、えー、っと、なんでしたっけね。なんか痛みが。 体調が悪いってあ体調方針でしたっけ書いてましたっけなんか書いてるかなね解放されつつありますとでも私が私気がついてしまったおう昔おちょっと待ってもう一回最初からやるでいいですかちょっとよく分からないえっ、ー、と夜中に目が覚めてこれ品ンさんのことでまたまた不眠と笑いね不眠と笑いっていうのはちょっと眠れないくてあこれ動画を見て笑ったってことか。 どういういことかな不眠と笑い。体はあの痛みから解放されつつありますと。でも私気が付いてしまったでちょっと汗マークがあって、えー、と昔車がぶつかり買ったばかりの軽自動車が全損全損私は胸骨骨折入院したことがありますと。おーえ何 <laughs> なんかちょっと。 だか,だから、だから、で、泣いてるアイコンがあって、軽く天気予報、軽く天気予報ができますと。天気予報。<laughs> ちょっと待って、話がいろいろ変わるな。で、えっ、ー、と、気圧の関係か、クエスチョン。胸、あ、胸骨が痛くなる。これ胸骨でやってます <laughs> またなんか、胸の骨ね、胸骨でいいよね。胸の骨ね。また漢字の読み間違いがあったらもう、 そうツッコミを、ね、食らうんでね「胸骨が痛くなるんですと」とその胸骨の痛みと体重はね体重方針ですよね体重方針のお腹背中が同時にああ同時に母にも母にもしかしてあ同時にってことね胸骨の痛みと帯状ほう疹のお腹背中の痛みが同時にと。 で、ここで一回区切って、母に、お母さんにね、お母さんにもしかして天気悪くなるクエスチョンって聞いたのかな聞いたら答えはなるよと。あなかなか手強い体調方針ですと。ああああいったん、天気予報と関係があるあうん <laughs> ちょっと待って。ごめんなさい、僕は理解力がないので。天 軽く天気予報ができる。ああ、そういうことね。気圧の関係か。あ天気が悪くなると胸骨が痛くなるってことかで。それに合わせて、体調方針の痛みがあるから。ああ、そういうことね。で、お母さんに聞いたら、天気が悪くなると。ああ、なかなか手強い体調方針です。あじゃあ帯状疱疹も関係あるのか。胸の,胸の骨の痛みと 体調方針の痛みがあるときには天気が悪くなるってことね。だから天気予報ができますってことね。ああ、そういうことね。で、<laughs> で、その後も、ああ、ああ、お店いいなー、とか。ね、お店いいな、とか言って,書いてますね。で、香水、香水瓶欲しいな、と。ああ、香水瓶。あ、これ、緑園店の紹介動画にコメントくれてるからか。香水瓶欲しいな、と。ね、高いのかな、ってね。あ、値段はね、どうだったかな。 ちょっとす、あれちょっとする,っちゃないするんじゃないかな。ちょっと店主に聞いてみようもらうといいかもしれないですね。僕もちょっと価格、値段まで見てないな。ちっちゃいんだけど、やっぱこう繊細な感じだから、まあその安くはないような気はしたけど、す,すごく高いかっていうとはちょっと覚えてないな。ちょっと店主に聞いてみてくださいね。で、紫色あるかな。紫色はね、 どうかな動画見てもらったら分かると思うんですけどなんかあったような気がするな紫っぽいちょっと暗めの色もあった気がするな、ね、え見てください動画でもう一回あのこうバーッと並べてあるところにね紫系のがあったような気もしますでこれから大好きなあずみさんのテレビまで寝たいけどああこれザタイムかな夜中に投稿してくれてるから朝のテレビあずみさんのねまで 寝たいけど、寝れそうにない。ああ、そんなに。で、ね、しな、で <laughs>、最後にしなもんでした。あ夜中ね、ちょっともう、眠れなくて書いてくださったんですね。ああ、大丈夫ですかね。え、ねね、痛い、痛くて寝れないっていうのはやっぱ大変ですね。そっか。その、なんか、最初の方にありましたね。胸骨骨折入院したことは、ああ、そういう。 昔とか古傷,傷が痛むみたいなのがあるんですね。で今現在の帯状疱疹と重なってでやっぱそれがちょっと天気予報に,にも関係するっていうのがあるんですね。やっぱ天気が悪くなると古傷が痛むっていうなんかそんなのありましたかねなんかそんなことわざがあるような気もするけど。 ね、気をつけてくださいね気をつけてくださいねじゃないなもうな気をつけようがないんですよね痛いからねどうしたらいいですかねもう治るのを待つしかないんですかねでもまあ帯状疱疹はねお薬いただいてて多分治るにせよその骨折のやつのが昔のやつが痛くなるっていうのは結構大変大変ですよね うういう感じなんだろう、ね、で気をつけ、ま「気をつけましょう」って言ってしまうのは気をつけれないねお大事にされてくださいね本当に。なんかこの間ねあのテレビでやってたけど、まあ、僕も僕最近ないけど天使はよく頭が痛いって言うって言うので,言うんですけど薬ね頭痛薬とか飲むんだけど。 なんかやっぱ頭痛薬のの飲み過ぎも良くないいっっていうのをやってました、ね、あのだからそれ僕見たから電車にちょっとお話ししたんですけどなんか NHK の,の石原さとみさんがやってる「トリセツショー」っていう番組があるじゃないですかあれでやっててなんかその頭痛薬を飲みすぎることでまた頭痛を引き起こすみたいな。 それが頭痛を引き起こしているみたいなだからやっぱちゃんと頭痛薬に書いてあるこうし使い方というかこう飲む時の注意だからやっぱ書いてあるみたいですね薬に。でそのテレビで言ってたのはやっぱもう1ヶ月に10回以上とか飲むのはやっぱり良くないみたいなことは書いてましたねあ書いてましたというかその言ってましたね。 そのやっぱ10回以上まあ10回っていう回数はちょっと分かんないけど薬によってだと思うのでやっぱその飲みすぎることでその次の頭痛を引き起こすっていうことは言ってたので店主もよく飲んでるような気がするので言いましたね「だからそういうの見たいよ」とか「気をつけた方がいいよ」って言ってたその日のその日その日かその次の日に。 その次かなその次の日の朝かなやっぱ頭が痛いみたいなこと言ってたからなんか薬を飲んでたっぽいけどだからやっぱでやっぱこう薬に頼っちゃうあとそれで言ってたのがやっぱ日本人はやっぱその薬で治そうとする海外の人はやっぱもう頭痛い時病院行くらしいですねやっぱもう普通に病気というかこう見てもらう日本人ぐらいらしいですねあの 頭が痛いのを軽ん,じでというか薬軽んじではないのかもしれないけど薬でどうにかしようとしたりとか我慢をしたりする我慢をしてその場をしのいでもう病院に行かないのは日本人ぐらいって言ってましたねそうなんだって思いますねやっぱ薬って思いますもんね病院に行くのが大変,大変というか。 ね、そこのそこの時間が取れないから薬で解決っていう感覚がやっぱりねありますもんねんそれは本当にうんそう,そうなんだん、ま、だしやっぱこう気をつけなきゃなっていう自分もね自分もやっぱ頭が痛い時は飲むこともあるのででもやっぱ飲みすぎはとかあんまりいっぱいのんねその 一日には何度も飲まないけどこう一回一回の感覚とかはやっぱ開けて飲むけどそれがこう毎日のようにというかね当たり前になると良くないんだなっていうのを感じました僕はそれ見てねもし皆さんもねそれででもやっぱこうね病院に行ってもやっぱ治らないっていうものもあるかもしれないし それぞれぞにやっぱこういう時に痛くなるとかね。シナモンさんも多分天気と絡めてお話ねコメントくださいましたけどねやっぱこうなんかあの要因があってこう痛みがね伴うんでしょうからなんかこうやっぱ気をつけるっていうのは難しいかもしれないけどこう大事にされてくださいねっていう気持ちになりますね。で ありがとうございます。もう夜中に <laughs>、夜中にもうコメントを。ね、安住さんのテレビ見ましたかね今日ですかね, <laughs> ねちなみにね、天使も安住さん好きですよ <laughs>。面白いよねって言いながらね、いつも朝見てますね。はい、ありがとうございました。じゃあ次、最後ですね。最後がサキさん、サキさんですね。杉井さん、ありがとうございます。あ、これもさっき。 まあでもこれも早朝ですね。さっきさんありがとうございます。おはようございます。おはようございます。えー、っと、私も、あ、花束刺し始めましたと、ああ、ありがとうございます。えー、っと、津軽工房社さんのメデルの糸で刺すことにしましたよと、ああ、ありがとうございます。そして昨日、過去水曜日に、お前犬の,の店さんから注文の品届きましたと、ありがとうございます。あ、いやいや、もうこちらこそありがとうございますです。よかったです。ちゃんと届いてね。 なんかあのさっきインスタグラム見てたらあのさんがメンションを飛ばしてくださってたようなちゃんと見てないんですけどしてくださってましたねありがとうございますあと昨日かな昨日み代さんもみ代さんも注文いただいててみ代さんもメンション飛ばしてくださっててそれもちゃんと見て <laughs> ちゃんと見てないけどメンション飛ばしてた飛ばしてもらってるなっていうとこぐらいまでしか。 またインスタグラムもね、あの、返信、コメントさせていただきますね。ね、やっぱでも前も言ったんですけど、インスタグラムのね、メンションがね、ちゃんとこう、入ってくる時と入ってこない時があって、ちょっと気づきにくくな,なりつつあるというかあ、ちょっと見落としている方もいるかもしれない。で、あと、その、 皆さんだったり、さきさんだったり、メーション飛ばしていただ,い,ただいてるせいかこう、最近、あまり僕、インスタ最近投稿してないんですけど、フォローしてくださる方が、けさとかもいて、ありがとうございます。あんまり更新してないんですけど。ね、そういう、嬉しいですね。 そうで僕ねあんまりこうまあまあ僕の中のルール,ル,ルじゃないけどこうこうフォローしていただくのは本当にありがたいんですがあんまりフォローバックは結ぐにはし,てしないようにしててこうある程度こうなんだろうなその方の存在というかこうそれこそミ代さんだったり早きさんだったりコメントくださる方があこのアカウントがこの方かというなんかこう人を。 のなんて言ったらいいですかねあこの方なんだっていうのが分かったタイミングぐらいでフォローバックとかさせていただいたりするのであのいっぱいね大変になりません、ね、フォローいっぱいすると <laughs> 誰が誰でどれが誰って分かんなくなるから正直あんまりたくさんはねこうフォロー しないように埋もれてだからでもこうメンション飛ばしてくださったりコメント書いてくださったりダイレクトメッセージくださったりとかいろいろして,していく中でこうアカウントとその人がねリンクしていくとこうやっぱこうごめん、ね、フォローしないと失礼かなという思いもあるし。 ただそのこう何て言うんですかね情報をインスタグラムでもいろんなタイプの方がいてこう投稿されてない方とかもいますよね投稿されてない方とかでフォローしてくださる方とかもあんまりしないようにしてますねあのやっぱりこういろんな投稿を見た見るためのものでもあったり自分で投稿するためのものでもあるので。 てる方でも、あの情報収集用で使われてる方とかのは、あ、ちょっと待って、こ動どうするんだっけあ、刺さないんだよね。刺さないんだよね。あの、フォローバックしなかったりしますね。なんとなく、こう、自分の中でルールを決めて、SNS と付き合ってるって感じで。でもさっきも言ったみたいに、こう、 見るとしては多分あると思います。